お久しぶりです。そんなお久しぶりじゃないかもしれない。今回は Vlog 的なものを撮ろうかなと思います。今は実家に行ってます。オンラインサロンの授業が11時からあって、歯医者に行って、仕事して、友達とご飯に行くという、そういう一日です。明日から東京に行くので、今日は今日でちょっと実家じゃないところに泊まるので、用意しますっていう感じです。やば、靴下あった。おいよー。終了しました。お疲れさん。今の授業は、再受験の科学の授業をしておりました。オンラインサロンは、スケジューリングを立てるだけで、ティーチングの方は、スタサップだったり、トライイットだったり、映像授業を使ってもらってやっていただいてるんですけど、ちょっと、これは授業あまりにもいるぜってなった場合、科学だけは私がやるようにしてます。ということで、今から、歯医者さんに行きます。歯茎、汚ねって言われたんで、歯茎洗ってもらってます。行きまーす。電気つけたら片付けられへん女や。自分消えるの好きやねん。雨かな。え、あなたは昼にそのあれに行くやろ。ね、夕方5時ぐらい帰ってくるか。私も帰ってくるかな。あ、今は東京におります。友達は用事で出かけました。友達っていうのはあれね、アメリカ医師免許を目指す戦場に行きたい友達ね。一緒に勉強してます。東京に集合して、私は勉強というか仕事やねんけど、彼女は勉強してるみたい。今は用事で先出て行ったので、最近さ、まじ悩んでないねん。悩んではないねんけど、こういよいよ争いやん、マジで。そう、お前前から争いやろって話やねんけど。濃度の濃い争いになってきたわけ。28なんで。いやー、悩まんけどさ、焦るよな。うちでさ、こう、いろいろ、だらがってはおるけど、だってさ、もう子供何人もおる、友達もおればさ、家買う友達もおんのに家なんか買えねえよ。って思うけど、まあ、結局、私がするかせんかなので、頑張れよっていう話なんやけど、人間って悩み尽きんよね。まあ、言うほど悩んでないけど、他の人が私になったら、不安で死ぬと思うのよ。不安があんまないから、なんとかなるやろみたいなマジで思う。ちなみにさ、近況報告なんやけどさ、前動画出てくれてた彼氏さんと別れたんですよ。で、血迷ってアプリやってたんです。ちょっと私のこと見つけた人いたら本当に申し訳ない。やってました。2週間ぐらいやってました。2週間ぐらいのマジで。5月末にやりだしてから6月1週目ぐらいまでやってたんかな。そう。で、一人だけちまちまチャンネルさんですかって言っていただいた方がいて、大喜びで返信したんですけど、そっから返事ないっていう、あれみたいな、踊らされたみたいな感じありまして。案件でアプリはやったことあったのよ、前ね。主体的にアプリすんの初めてで、彼氏おらん時期があんまなくて、ちょっとなんか、ちょっと生きてるけど、別にそういう、うん、そう。まあ、たまたま一人が長かっただけね。なんかアプリとかは結構偏見ではないけど、アプリはやらんなと思ってたんやけど、やっちゃったよね。あ、もう今はやってないんですよ。
今は多分私を探してもいないんですけど、そう、2週間やったよっていう話。東京来て思うけど、アプリコンって結構多いんやなっていう。大阪とかに比べて、東京の方が、なんかアプリ系の出会いが発達してるっていうか、結構普通な気がする。そういう時代ですよね。という感じで、ま、今はやめてるんで、2週間違ったアプリやったよっていう話でした。ありがとうございます。お疲れさんでした。動画？うん。決戦が終わりました。そうね、決戦やった。あ、こんにちは。後半に行ってきます。おはようございます。昨日は飲みに行って、特に動画も撮らず帰ってきて、友達がカレーうどんを夜中に食べてたという。カフェに勉強しに行きます。やつはお風呂に入っている。お、カレーうどん食べてたん思う。いや、ほんまにでも帰ってさ、むっちゃ匂ってたからな。ごめんこう開けた瞬間カレーうどんやったから、ごめん。なんかここでクラマイセンスな。ほんまにカレーうどん。ほんまに。しかもなんか機嫌悪いし、なんかむすくれてたし。ん、むすくれてた。それはまあむすくれるやろうけど、まあ低温ぶっかけやけど。え、確かに。もうずっと言ってんのに、なんかヘッドハイク。傷ついてるやつに正論一番言うたと。貧血、鉄欠乏性貧血のやつじゃない。ちゃうって。血が貧血。22の要素だ。違う。CV サッカーは良くないってこと。ビーガンはあかんってこと。ビーガンでもビタミン取らなあかんよって言います。一回やって日本語でもやらへんのに、このやつやれよ。めんどくせえやだって、え、国士ほんまにしんどいね。ストレスめっちゃ。なんで、え、なんか受けてみたらわかる。もう二度と受けたくない。え、なんで。よりしんどかった。え、空気がやっぱなんかみんなが受かる試験。うん、みんな勉強してる環境の勉強するから絶対一回でよかったわね。